全部潰されるんですね。六本木のど真ん中にアメリカのヘリポートを持ってるっていうのも日本人知らない人多いですからね。それはメディアが言わないからなんです。おで逆にそういうこと言うと干される。いやーだからやっぱ日本の闇は深いなって思っちゃうんですけどね。そう、その知った前に、全部そのタブーを言って本当のことを言ってノーっていうのが今の私の人生戦略。こんにちは、泥沼議会です。今回は余命宣告をされた森永氏がひろゆきと対談。長年前線で活躍していた森永氏が語る今だから言える衝撃のタブーとは、泥沼です。動画の拡散のためにも高評価、感想のコメントよろしくお願いします。もう私あっちこっち、もう何十っていうテレビでレギュラー番組を持ってきて、スタッフに全部言ったんですけど、全部潰されるんですね。で私の主張が正しいって言ってるわけじゃないんですよ。検証をしましょうと、何が起こってるのか。だからその賛成派、反対派も含めて事実を一つ一つ詰めてって、で、本当は何が起こったか。で、この日航123便の事件の直後、41日後に、プラザ合意っていう、まあ、為替がいきなり、その2倍になるっていう、合意を受け入れざるを得なくなって、翌年日米半導体協定が結ばれて、世界トップだった日本の半導体産業が、今シェア1割まで転落する。もうそこからずっとアメリカにやられっぱなしなんです。で、なぜこれが、その日航機の墜落の後、立て続けに起こったのかっていうのは誰も言ってないので、私はぜひそこは議論すべきだと思うんですけどね。まあでも多分日本の人ってそういうことを知りたくないっていうのが多い気がするんですよね。あの、なんだっけ、アメリカのなんかなんとか議定書みたいなの毎回4年に1回ぐらい来てましたよね、ちょっと前まで。実は年次改革要望書。年次改革要望書、すいません、それ。はい。未だに毎年来てんですけれども。あ、まだ来てんですか、あれ。来てんです。で、これ日米それぞれが相手の国に文句を言うっていう仕組みにはなってるんですけど、アメリカが日本の要望に応えたことは一度もないんですよ。で、逆に。で、あれなぜか必ず成立していくんですよね。あの、高速道路でもなぜか二人乗りができるようにしてください、なっちゃうみたいな。あの、あれはアメリカがハーレー・ダビッドソンを売りたいから二人乗り解禁しろって言ってきたんですね。うん。だからその、交通安全と全然関係ないところで服従させられているわけです。もう郵政民営化もまさにそうだし、もうありとあらゆるものが全部ここで、その、アメリカに対する、まあ、全面服従構造っていう中で日本の失われた30年っていうのが起きてるんで。だからなんか日本の人ってそこあんま気にしないですよね。だから東京大阪間で飛行機すげえ時間かかるじゃないですか。はい、あれ前、アナかなんかがあの直線で飛んでなんか20分で行った記録があるんですよね。はい。でもあれも横田基地の上が通れないからこうぐるーって迂回しなきゃいけないんですよね。あの横田基地の上どころか、あの横田空域っていうのがもうずっと日本海の方まで広がってるんですよ。うん、だからそこを全部遠回りしなきゃいけない、いうだけじゃなくて、例えば航空管制は全部アメリカが権限を持ってる部分が大きいので、うん、だからアメリカの軍関係者っていうのは日本の入国審査一切受けずに自由に日本にやってきて、例えば横田に降りてヘリで六本木のヘリポートに飛んでいけば、全然知らないっていうか何のコントロールも受けてないアメリカ人がいくらでも入れる構造になってるんです、あの六本木のど真ん中にアメリカがヘリポート持ってるっていうのも日本人知らない人多いですからね。あんな一等地に。いやー、だから、そこら辺のなんか、あの、日本人がなんか、アメリカにはいいようにやられてるっていうのは、なぜか、あんまりニュースでも触れないから、知らない人多いんですよね。だから、それも、まあ、タブーの一つなんですよね。うん。うん、じゃあ、なんか、その、その、郵政民営化の時もね、その、小泉さんが、その、郵政民営化をすると、日本の未来は明るいんだと。これで、日本は、構造改革が行われて、経済成長も、どんどん進むし、日本の、その、経済の力強さは一気にもう増進するんだ。
言われたんですけど、何が起こったかっていうと、郵政民営化が行われて、今月から、まあ、郵便料金3割上がったわけです。土曜日の配達はなくなり、土曜日の郵便窓口はどんどん閉鎖になり、郵便局も次々に減らされて、昼休みまで取るようになっちゃった。だからもうものすごい不便で高くなったわけです。これが郵政民営化の結末なんですよね。うん。まあ実際郵便貯金もなんか解体した後他の銀行に行ったかというとあんまりよくわかんないものですよね。まあそこにゴールドマンサックスが入ってきたりいろいろしたわけですけれども、うん、結局それが目的だったんじゃないかっていうことです。はあ。まあでもあのコメントでこう知る機会はどこにっていうのがあるんですけど、確かになんかその、あ、その横田空域の話とかってあんまりその東京に住んでる人も知らない人多いですよね。うん、だそれはメディアが言わないからなんですよ。はあ。逆にそういうこと言うと干されるんです。なんかその沖縄の米軍基地とかでいろいろこう米軍にこうなんかやられてあいつら特権持ってるとかはすごいニュースになるのに、なぜかその東京にすげえ権益を持ってるっていう。で、なんか岩国かなんかもともと区域あったけど返還したじゃないですか。で、青森の方確か返還してると思うんですけど、だから返還可能なのになんであの東京の中心返還しないのっていうのが、なぜか東京の人は無関心っていう。不思議だなっていう。そうそうそう。あのそういうのは、まあ、埋挙にいとまがなくてですね、例えばあの外貨準備で金の延べ棒を持ってるんですけれども、うん、何年か前にドイツはニューヨーク連銀の金庫に預けてあったドイツの金の延べ棒を全部本国に引き上げたんですよ。あ、そんなことできるんですか？はい。ところが日本はニューヨーク連銀の金庫に預けっぱなんです。だからせっかく金を持っててもアメリカに人質に取られちゃってから何の意味もないっていう。でも日本のなんだから日本に返せよって誰一人言わないんですよね。はあ。ドイツもあのドイツに在住している米軍の人がやらかした場合、ドイツの裁判所にちゃんと裁かれますからね。ああ、日本だと日本の米兵が何かやらかしても日本の裁判所は裁けずにアメリカ本国帰っちゃうとかもあるし。だからそういう意味ですごいなんか不平等なままなんですけどね。だから、石破総理がね、総裁選の時に日米地位協定の改定を提起するって言って、私はやれやれって思ってたんですけれども、総理大臣だったら黙っちゃったんですよね。一切触れない。うん、いやー、だからやっぱ日本の闇は深いなって思っちゃうんですけどね。そうそう。だから、死ぬ前に、全部そのタブーを言って、本当のことを言って、死ぬっていうのが今の私の。人生戦略ね。あ、一年を超えて石破内閣が存在するって言ってる人は皆無なんですよ。一番短い人は3ヶ月しか持たないって、言っているので、で、あと、その唯一残ったのが地方創生っていうところだけだったんですけど、地方創生交付金って元々の予算が1000億円しかないんです。だからそれを倍増させたところで2000億になるだけなんで、ほとんど影響ないです。つまり、岸田政権の政策そのまんま、対米全面服従、財政、金融、同時引き締め、社会保障カットっていう政策は、当面続くと。この3ヶ月で変わるっていうのは、総理じゃなくなるというのは、その過半数を自民党、公明党では取れなくなって、野党が政権を取るって意味ですか？おそらくですけど、自民公明合わせて今度の総選挙では8割の確率で、過半数割れすると思います。いや、なんかその自民党公明党が減るだろうなは思うんですけど、ただなんかじゃあ代わりに立憲が増えるのか維新が増えるのかっていうのも考えると、なんか維新も増えなそうだし立憲もそんな増えなそうじゃないですか。なんかどこも増えないけど、はい、でも誰かは議員になるからどこが増えるのかなっていうのがよくわかんないですよね。私はその他が増えると思います。その他っていうのは、その令和とか参政党とか NHK 党とか、そうです、そういうところがかなり増やして、まあ自民党が大幅に減って、立憲民主は、まあやや減るぐらいの感じですかね。で、そうすると内紛が起こるんですよ。あの自民党内で。で、そこで誰が出てくるのかっていうのは、周りの評論家の人たちに聞いても、なかなかこう、きっちりしたビジョンを出す人が今のところいないんですけど、私個人的には、高市早苗が再び反旗を翻して立ち上がるっていうのと、
それを潰すために財務省がぶつけてくるのが、コバホーク、小林鷹之さんだと思っています。で、この二人の一騎打ちかなと。でもなんか今回のその裏金議員公認しませんとか、比例通しません、比例その復活させませんとかっていうので、その高市さんを支持してた議員が結構落ちて、それどころじゃなくなるんじゃねえかっていう気もするんですけど。二十数人は落ちるだろうって言われているんですけれども、単独で復活してきた、比例じゃなくて単独で復活してきた人たちの恨みってものすごいんですよ、一場さんに対して。だって、お前が公認問題蒸し返さないって約束したから投票したんじゃねえかよ、いうそうこですね。となんですね。まあ、だ平沢から、勝さんとか石破さん応援しますってツイッターまだ残ってますからね。だからそういう人たちが、数は少なくなれど、恨みは2倍、3倍に増えてますから、確かに。結構な戦いになるとは思うんですけど。だからそれを避けるとすると、昔の小泉純一郎さんみたいな、その資格として自民党で別の候補をその選挙区に出すっていうぐらいやらないと、受かっそうちなんでゃっすよ。て戻ってきちゃいますよね。そうなんです。だから今回資格を立てないんで自民党減っちゃうわけですよね。だから、それでそのどさくさモードになった時に、私は個人的にはイケメンが強いんだと思っていて、で、コバホークさん、一回だけお会いしたんですけど、ラジオ番組で、背高くてかっこいいんですよ。で、しかも、お茶目なんです。で、私有名人ダジャレグッズコレクションっていうのをやってて、フォークを持ってったんですね。それにサインしてもらって、コバフォークっていうのを作ろうと思って、サイン書いてもらったら、自分で書かれたんですよ。カタカナでコバフォークじゃなくて、コボフォークって書いてあるんですよ。で、あれ、間違えちゃったっていうのがすごくお茶目で、これは人気が出るなと思いましたけどね。でもイケメンでいくと小泉進次郎さんっていうのもいますけど。イケメンはイケメンなんですけど、ちょっと唐が立ってきたかなっていう部分もあって、私両方見て、わかんないですよ。その若い女性とかがどう動くのか。ただ、その公平に見て、コバホークの方が若くてかっこいいかなっていう気はします。まあ確かに石破さんに比べるとイケメン方向に流れる可能性ありますよね。だからこれテレビのキャスターもそうだし、総理大臣もそうなんですけど、やっぱり見た目がいい人の方が有利であるっていうのは、やっぱり間違いないんじゃないかなと思いますけどね。逆に高市総理っていうパターンはどう思います？高市さんは、実は今回足を引っ張られたのは、経済政策で彼女が唯一財政出動を主張した、金融緩和、財政緩和なんですね。で、ただ、その彼女を嫌っている左派の人たちっていうのは、彼女の安全保障政策っていうのが嫌いなんですよ。で、どの部分ですか、彼女の安全保障政策って。中国を敵視して、で、日米同盟を思いっきり深くするっていう形の安全保障政策なんですけれども、ただ、逆に言うと、その保守層っていうのが高市さんを支持してたんですけど、その票を奪うためにも、コバホークはタカ派なんで、有効になるんですよね。たじゃあ、だ、そっか。コバホークさんと高市さんは結構じゃあキャラ被っちゃってるから、どっちかが引かないと逆に共倒れになっちゃう可能性もあるってことですか？いや、ただ、その財政政策は真逆です。私ずっとその小林さんの過去の発言読んでたんですけど、もうめちゃくちゃ引き締め派です。緊縮なんですね。とてつもない緊縮。もともと財務省の人ですから、もう増税増負担、社会保障カットに一気に走っていきます。したらだいぶ不景気になりません？いや、なりますけど、だから、そのおかげで日本は失われた30年になったんですけど、財務官僚はそんなこと気にしちゃいないんです。